6月16日金曜日、西丸の内にある市役所本庁舎でロングディスタンストライアスロン選手権に出場する2人の選手が前橋町を訪問しました平成年市長を訪問したのは<と>田中正則さんと<ー>丹羽芳寺さんです 2>, 2人は昨年、長崎県に開かれた 2016後藤長崎国際トライアスロン大会で入賞を果たしたことで今年8月にカナダのペンティクトンで開かれる世界大会2017 ITU 世界ロングディスタンストライアスロン選手権の出場権を獲得しました競技歴18年の田中さんは68歳マラソンと自転車をするようになってからトライアスロンに興味を持ち 苦手だった水泳も練習を重ねることで力をつけ、近年は国内の大会で年代別優勝も果たしています年,年々こうなんかこう、早くなってきたという <laughs> 自分で言うのもなんですけど、何くアップしてきてるんで、なんかだんだん自分が弱くなってるんゃないかなというぐらいの錯覚を持つぐらいのイメージを持ってます。 でまあ、今回の世界大会では、なんか聞くところによると、皆さん、世界の人で背が、背も大きいし、ものすきいので、まあ、圧倒されると思いますけども、ま,あ、まずは完走して、まあ、自己ベストを狙うというなれば、入賞というふうな意味を持って、まあ、参加させていただきたいと思っていますそして、競技歴30年の丹羽さんは66歳。 子供が通っていたスイミングクラブでトライアスロンをしている人に誘われ、競技を始めました。2013年、2015年に開催された同世界選手権にも出場している経験豊かな選手です。60前の時はね楽しみでやってたんですけど、うん、60過ぎたら定年退職いたしましたので。うん やることがなくてこれしかやられこれのうちが見えたら上位の方に行けるようになりましたそれからちょっと一生懸命やりだしましてですねもう今回のそのカナダのペンティクトンの世界選手権ではもう三回目なんですだいたいいいとこまで行くんですけどなかなか表彰台の銅メダルをもらえていけないものですから今回ちょっと気合い入れて表彰台まで登りたいなと思っております市長は大会出場のお祝いとともに 出場すること自体が並大抵のことではなく、心から敬意を表します大会では選手同士の交流もしていただき、競技を楽しんでもらえればと思いますと話しました2人が出場するロングディスタンストライアスロン種目はオリンピックで行われているトライアスロン種目と比べ距離が長く水泳3キロ、自転車120キロ、長距離走30キロで競われます 田中さんと丹羽さんは8月27日に開かれる大会までに毎日5時間程度の練習を行い調整するそうです。